今日はですね、危機の危機到来、憲法を改正せずに再軍備する方法ということをお話ししたいと思います。レジュメも差し上げてありますので、後でまた読んでいただければと思います。で、今ですね、まあ、危機到来ということで、ここに櫻井よし子さんの産経の3月1日の記事がありますが、非常に危機感が高いと。 えー、調べたところ、9割方の人が大変だと思っていると、そういう機運が、まあ、国民のてにあるというところですね、でここに出しましたのは、左の方が、えー、<laughs> 尖閣ですが、これが今、えー、大きな船がぶつかるような、これ、向こうはもう初めからこうやって小出しにしてやってきたわけですよね、で今、大きな問題になっているで、こちらの横田さんの問題ですね、でこれはあのこの間も拉致家族という、拉致国民なんですね。 これは、ね、あの個人的な事件じゃなくて、これは国民のもう戦争状態なんですよ。それを政府がごまかしてです、ね、個人の,その犯罪のように扱うのはいけない、これは戦争なんです、ね。で、ここに書きましたのはです、ね、この間、関平さんが YouTube で話しておられて驚いた、もう南京大虐殺は決定したんですね。 じゃあどういうことかというと、日本に来た中国人は、えー、東京で30万人殺していい、これはもう常識だっていうんですね、みんなびっくりするでしょう、私も散々こんなことはありえないとやってきたけど、もうそれはもう終わってるわけですよ、もう殺されるんですよで、通習事件ですよ、もうきちがいですよ、そういう状況で、どうしてもお、えー、対応は再軍備しかないわけですよ。 そうすると、まあ一般にね、私もそうだったんだけど、まあ、憲法改正と思うわけです。しかし、時間がないんですよ、そ,ういうその時間が。憲法改正でどのくらい大変な作業かということをみんな考えてなくてね、みんなはパッとやって、パッとできると、できないの。で、そこで今、私が申し上げたいのは、憲法改正をしないで、そして再軍備をする方法ということです。で、まず4つ見直してみたい。 第一は日米安保があるじゃないか日米安保は機能しないんですよ。だからこういうことが起きてるんだから。いろいろアメリカ人に言わせると、日本人が戦わなかったらあの戦いませんよと、当たり前ですわね。で、第二は自衛隊なんです。これも全然役に立ってない。これなぜかっていうと、えー、軍法がないんですね。だから要するに野球で言えば、えー、選手とバット、ミットがあると。 野球にならないんですよ。ルールがないから。こういう状況ですね。で、第3にですね、可憲をするって今、政府が言ってるんです。しかしね、あの憲法に可憲してどんな効果があるのか、外国にとって日本憲法なんて意味がないんだから、無視されるわけです。そこで第4の憲法9条をよく見てみようと。と、憲法9条イコール自衛を禁止している。それは間違ってる。戦争には2つあって、1つが自衛。 もう一つが侵略戦争なんですよで。禁止したのは侵略戦争。自衛戦争は OK なす。これはもうすでに1953年11月19日、アメリカのニクソン副大統領が東京でその声明を出しているわけです。で、翌年日本の予算委員会でも1950年12月12日に自衛権ありますと言ってるわけです。だけどやってないわけです。それでこういう問題が起きている。じゃあどうしたらいいのか。 自衛に憲法をせはいいらないんだとしたら特例法で自衛隊に軍法を付加すればいいすぐ正規軍になるわけですたちまち、えー、軍事抑止力が発生するでこの軍法って何かっていうと万国共通のですね軍法,軍法ですね戦闘の規則ですねそれから軍法会議憲兵隊この3つですこれはもう古代からアレクサンダー大王の時代から全ての軍隊にあるものですよね 日本にはそれがが今自衛隊ないわけですね、それで、ね、この実例として現代イタリアがあるんです。現代のイタリアは戦争禁止憲法です。しかし自衛,自衛だということで正規軍を持っているわけです。立派なね。何の問題もない。そこで、えー、国民運動をやりたい、えー。国民が連帯してね、与野党に、与野党に即時再軍備を要求する。 で国防は子どもを守る最大の福祉政策って言いますよね、だから反対は許されませんね、こういう意気込みで進めたい、危ない、で参考の格言ね、国防は国際基準です、日本だけは別のことしちゃいけないんですよ、トラブルのもと、自動車との交通ルールと同じ、だから世界の迷惑になってる、日本の自衛隊がすぐに正規軍に切り替えなきゃいけない。それから えー、生存はね全てに優先するんだから自衛禁止なんてありえない話それから例外のない規則はないそれから政治は結果で評価される結果が良ければ方法は正当化されてきたこれは中世の有名なマキャブリーの言葉ですねそれから憲,憲法改正これ絶対に必要なんですでこの論理はどういうことかというと憲法というのは民族の生態を守るものなんですねそからアメリカが作った占領軍憲法 法というのは民族のの生態を破壊するものなんで真、まあ、逆ですねだから今子供がいないとか大変なことになっているわけですけどもということでこれを戻すそういう意味での憲法改正はやっぱり急がなきゃいけないんですがねとにかく時間がかかるからまず安全で国防おっぺけ節っていうのをね今考えてみた。 若い人知ってるかな知らないだけど、明治時代におっぺけ士ってのがあったんですよ。川上音次郎って人がやった。おっぺけペッポペッポポっていうのね。それやってみた。尖閣列島を襲われて初めて気がつく丸裸。国防第一、憲法改正第二。国防なくして憲法なし。えー、若い人覚えたかなこれで覚えてくださいよ。<laughs> 以上です。どうも。